あとどれだけ先かわからないが、俺はこの人たちを皆殺しにする。近いうちにみんな死ぬ。いや、俺が殺すんだ。そうすると決まってる。きっとこの先もパラディ島が生き延びる道が見つからなかったんだろう。何もかもがなくなる。家も人も動物も人生も夢も。母さんはどう思う？死ぬべきは俺たちエルディア人なんじゃないのか。壁の王が自死の道を選んだように。違う！少なくとも島と外じゃ死ぬ人の数が違いすぎる。エルディア人が完全に死滅すれば巨人の問題がなくなるのも事実だ。この腰抜けどもめ。そんな結末納得できない。間違いねえ。何をしてる？断言できる。この世で一番それを持っちゃいけねえのは。進み続けるんだ。死んでも死んだ後。エレン、いいから黙って。全部俺が倒すよ。お前だ。殺した。小さな子も殺した。この手で。エレン、サッサ。この光景、未来の記憶で見たことがある。未来は変わらないらしい。ごめん。俺も同じだったよ、ライナー。半端なクソ野郎だ。なんで泣いてる？いや違う、それ以下だ。無理だよ、勝てるわけない。今はしょうがないよ。しょうがないなんて言い訳だ。来るんじゃねえ。そうやって可能性を探してるうちに時間が過ぎて何一つ解決できなかった。てめえらぶっ殺してやる。もうその男を生かしておくわけないからよ。早く殺してやめなさ。私たちのラケイが壊されちゃう。ごめんごめん。これでいいのか。これでよかったのか。ごめん、エルディアはこれで本当に救われるのか。虐殺はダメだ。これを肯定する理由があってたまるか。お前は暴力を信じているな。それは避けがたいこの世の真実だろう。すまない。だが滅ぼし合うほかなかった我々を友人にしたものは一体なんだ。暴力か。みんな何かに酔っ払ってねえと。なんでだよ。やりつけられなかったから。この死をできる余地なんてなかったのは、向こうにいる時全部殺せば人類の自由のために心臓を捧げた仲間を見ている気がする。大半は壁の外に人類がいるなんて知らずに死んでいった。だけどこの島だけに自由をもたらせばそれでいい。そんなケチなことを言う仲間はいないだろう。虐殺を止めることができるのは今しかない。心臓を捧げよ。君が言ってんの初めて聞いたよ、ハチさん。俺を止めたいのなら俺の息の根を止めてみよ。俺は俺たちを避けたんです。お前らは自由だ。君のどこが自由なのかって。